はい、マダンです。This unidentified elder dragon is in the Coral Highlands. Let's head out, but proceed with caution. エルダードラゴン、ニコルボーラスかな？そんなことはどうでもよくって本日は聖ならぬクリスマス。例年と同じくココロスサントスにも雪が積もった。しかし雪は綺麗だけど車は運転しにくいわ、事故は起こるわ、屋根が落ちるわ、いいことがない。そこで我々がロスサントス政府のお偉い先生方から依頼を受け、除雪作業を行う運びとなった。それは一旦置いといて、くっそ寒いから母ちゃんのあったかい料理をいただこうではありませんか。母ちゃん、いつものお願い。やっはー、こいつはやめられないでー。あふん。My father was a musician in Stalingrad. During the German occupation, the sound of his violin filled the air with magnificent music. Korsakov, Stasov, many of the great nationalist composers. To my countrymen, it was a symbol of hope. To the Germans, it was a symbol of defiance. Even now, his music still haunts me.The Nazis slit his throat while he slept. Collaborating with any Nazi is a betrayal against all of Mother Russia. Dragovich, Krashenko were not troubled by such matters. They look only to advance their own interests and agendas. The men and I have fought through the most bitter of winters on the Eastern Front.We were no strangers to cold, but even now, the blood in my veins chills when I think back to the events of that day, far, far from home. Open fire! Doke doke! Jama da, jama da, doke doke! Yakin wo yatte no ka baka yaro komo yaro ne!ゴー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 、雪の時でテンション上げてんじゃねえぞ、このコーネラー。空気が乾燥して体が裂けるんだよ、このクソサンバー。あくびするだけで唇が切れる人生なんてもうたくさんだ。クリスマスだからってニャンニャンしてんじゃねえぞ、つがいどもー。おかげで10月生まれが溢れ返って産婦人科が大変なんだよ。いやむしろどんどん子供作って少子高齢化対策に貢献しやがれ、中途半端な装飾系どもー。そうだそうだ、今いくら働いたって年金もらえるかわかんねえんだよ、畜生。年金払いやがれ。こいつ払えると通常の5倍以上の便利さ。これがエネオスのエネ金か。あんたそれが言いたかっただけやろ。君がエネ金じゃないのがいけないのだよ。ガンガン溶かすよ。ウェー。冷めちまったこの街に、熱いのは、俺たちのフレームスロー。こうして雪を溶かして交通事故を減らすなんて、こうさいい仕事だよ。いいことした後は気持ち大事で。オラオラー、雪道走ってんじゃねえぞ一般車よ。事故ったら家族が悲しむぜ。今トロットロに溶かしてやるからちょっと待ってろ。それはもう圧力鍋で煮込んだ豚の角煮のようにトロットロよ。お腹すいた。おめえのトロットロにしてやんよ。あまりの寒さに下半身もカッチコチや、親目の子供も見てんだよ。子供はクリスマスの夜にはちゃんと寝なさい。サンタさんという名の親父がプレゼントを受けないでしょうが。外では除雪作業をやってるしな。除雪作業の光景は教育上よろしくないからな。子供が真似しても知らねえのー。明日が各個家庭の火炎放射器が大忙しだ。持ってない人は鈴鹿に行け。バイス指示のビル
キャシディって人が撃ってくれるぞ。これでキュングファイヤーもバッチリだ。しかしこれロスサントスデンドとなると時間がかかりすぎるな。安心するがよい、ハッピーホリデー。サンタさんから2000発のサテライトキャノンをプレゼント。サテライトキャノンなら雪どころか霧も残らないな。バッチリだ。黒い雲が街中を覆うかもしれないけど気にすんな。車が事故らなければそれでいいのだ。文明も残らないかもしれないけどな。第三次大戦がどのような兵器で行われるかはわかりませんが、第四次大戦ならわかります。意地と棒でしょう。全く除雪作業ってのはポリースに追いかけられるから大変だぜ。ポリースもキルター打ち解けに貢献しやがれ。コロンコロン転がるだけでいいぞ。トースや雪がひと塊になるな。あとはアラモ海に沈めればバッチリだ。そんなことしたらアラモ海がポリースで溢れちゃうよ。この町のポリースは町の人口より多いからな。ともかくポリースもろともトロントロンとかしてやれ。我々は止まらない。ためらいもない。雪を溶かすか、戦って死ぬかが、あわじゅう。That moment, every fiber of my being yearned to put an end to his wretched life. But I was a soldier then.I still believed in orders. Open fire! もうエロよのエロよ、ロスサントスよのエロ。ケーダのおかき分け、テーマで焦がせ。一人死んだぞー。振り返るな、この仕事は命がけだ。この回りっぷりはさながらヘリコプター。いや、男たちのヘリコプターだから男プターだな。男たちは雪解けに命を懸けとる。だからとかされる方も命懸けてもらわなどもなりまへんでー。雪解かされる方も命がけだな。これが雪国の掟。こうして霊長類最強の男アレクサンドルカレリンは生まれたのだ。ロシアの恐ろしさは寒さと雪に起因するところがありそうだな。バルカン米軍も言っていた、強さは精神面から来るって。だがロスサントスではそんなもん求められとらん。全部とかせー。うーらー、また死んだぞ。自らを焼いて雪解けを手伝っていったのだ。君たちも見習いたまへ。大体この距離で撃ったら味方に当たるだろう。仕方がないんだ。この場所を確実に溶かさなければソロモンが飛行機着陸させた後滑って転んじゃうだろ。そうよ、我々はブラストドーガー。危険を回避するために破壊する者たち。あーわらさーん。あ、またゆっくりがゆっくりをやっちゃったな。めんごめんご。というところで、今回はシンプルにここまで。見てくだすった皆様、トロットロにするわよ。スワ